こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴9年の私が物や家事を最低限にして自由に生きるコツを発信しております。今日は片付け塾ライブの第2回目のアーカイブをお届けします。こちらは私がインスタグラムで先日行ったライブになっております。全3回あるうちの2回目のライブとなっていて、1回目はすでに公開しているので、よかったらそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。1回目は服の片付けの内容で、2回目の今回は各部屋の片付けということでお話ししております。こちらのライブの内容は私の著書、物も家事も最低限、子供とミニマルに暮らすの内容から一部抜粋してお話ししているものになっておりますので、そちらの本を合わせてご覧いただけたらと思います。ミニマリストのぞみの第2回の片付け塾をね、やっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。あ、みわさんも、みるみるさんも、あ、お初です。ありがとうございました。ありがとうございましたって言ってた。ありがとうございますで、今日もね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日はね、第2回目なんですよね。先週の10日が第1回目の服の片付けで、今日はこれね、多分一番王道というかみんなが悩むポイントなんじゃないかなと思っているんですけれども、各部屋の片付けということで、本当にこれ一個一個やってると、もう一日、どれも一日ずつかかっちゃうような内容なので、私のね、こちらの本の内容に沿ってポイントをね、今日はお話しできたらなと思っております。あ、お初の方多いですね。ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、2回目見れた、よかったです。ありがとうございます、ね、皆さんね、今見せたこちらの本なんですけれども、第1回目の時も皆さん買っていただいてたんですけれども、これね、もう買ったよって方いらっしゃいますかね。買ったよって方ね、ぜひ買ったっていう風にコメント書いてみてください。ありがとうございます。ね、あ、そう、結構初めての方いらっしゃいますね。嬉しいな。あ、そうです、まゆこさん、本って書いてある。そうです、本です、こちらの本です。のぞみもんね、あ、首長さん、いつもありがとうございます。本を片手に聞いてますよ。やっぱコメントちょっと ラグがあるな。ゆめさん、ありがとうございます。まゆこさんも10873、あ、届くの待ちですか。あ、じゃあもうちょっとですね。ありがとうございます。あ、ブルーグリーンさん買ったよ。マリードンさん、あ、もうめっちゃみんな買ってくださってますね。もうありがとうございます。もう本当にこれね、もうなんかもう100回ぐらい読んでほしいです、本当にありがとうございます。今日もこれと、あとレビュー書く人、レビューをね、 Amazon で書いてくださった方の特典で、この片付けチェックシートと、ヒアリングシートがあるので、これもね、使うというか、これをこういうふうに活用できますよってお話もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、1回目で、ね、見逃したって書かれてる方、アーカイブが残ってるので、5月10日の第1回片付け塾っていう風なタイトル の動画ぜひ見てみてください。1回目もね、服の片付けで結構盛り上がりましたよ。あ、もうすぐ買います。あ、もう今すぐ買ってください。よろしくお願いしますあ、買ってください、ぜひお願いします。ありがとうございます。あ、そうなんですか、プレゼントするランキング1位。あ、それは嬉しいよかったです。じゃあね、今日は、この部屋の片付けということで、またこの本に書いてあることをね、紹介しながら、お悩みをね、後半でコメントでね、寄せていただいて、それにリアルタイムでお答えするっていう形もね、やっていきたいと思います。前半はこの本からね、抜粋して、各部屋の片付け、この部屋はこんな感じで片付けるといいよっていうことをね、お話しできたなというふうに思っております。あ、ね、あれです、最後にね、紹介するんですけど、楽天でもね、Amazon レビューは書けるんですよ。なんでね、その方法がどこにあるかとかもお話しますね。初書籍っていうアーカイブじゃないハイライトに入ってます。あ、みゆきさんね、いつもありがとうございます。すごく気持ちがいい本ですって嬉しいです、ありがとうございます。アーカイブはね、変なことがなければ残す予定になっております。あ、本はね、迷わず買ってください。よろしくお願いしますあ、ぜひね、印刷ね、そうそう、した方が多分書き込めるから、しかも一回書き込んで、また次の時に出す、なんていうかね、お片付けて何週もすると思うので、一回印刷して、それ手書きで使って、でまた片付いたかなって思って、でまた気がついた時に印刷してやるとかだと、繰り返しね、染みつくからいいかなと思っております。ぜひね、よいしょ、あ、ちょっと待ってくださいね。
あのベビーモニターをね夫に渡しますね。はい、じゃあね本題ということで各部屋の片付け30分ちょっとぐらいねやっていこうかなと思います。赤猫さん本絶対買ってくださいお願いします。はい、じゃあね用意するものさっき言った通り望み本ですね。これあるとね本当にあの今日お伝えすることはあの前回もそうだったんですけれどもこれの本当に私があの 一部なんですね。なのであのこのライブでももちろんお片付けできるようになってるんですけれどもあの本当この本を読むとかあのよりね深くちゃんと自分の頭に入るのでお片付けできるっていう内容になっております。でさっきお見せしたこのチェックシートとヒアリングシートね、まだ本買ったけど受け取ってないアマゾンレビュー書いてないよっていう方はぜひねあの書いて受け取っていただけたらと思います。なんか今日もねさっき DM であのこれすごくこのチェックシートかな特に各部屋を片付けていてそれであの同じこれあのこれ玄関って書いてあるんですけどあのキッチンとかいろんな部屋のがあるんですね。このチェックシートの方であの結構似たような傾向が各部屋でこうチェックしてみて分かってよかったみたいな声もねいただきましたね。なんでね活用できるかなと思います。はい、じゃあ各部屋の片付けということであの教科書にしていくのはこの本ですね。本の47と68と75ページですね。ここを順番にね今日は話してきたなというふうに思っております。で、タイトルがこんなものは捨てられる、片付けはバックヤードから捨てにくいものの考え方っていう感じでね、この3つのお話をしていこうかなと思っております。チェックシート4枚以上あると思いますよ。あ、電子書籍で購入ありがとうございます、お願いします。じゃあまずね、47ページですね。47ページのここあ、こんなものは捨てられるのところですね。うん、ここあの私のこの本のあのこれ4章からなってるんですけどその第1章がもう丸々片付けのパートなんですね。でその片付けのパートが一番多いんですけれどもそれの片付けがね3ステップで書いてあるんですがこのもうステップ1一番最初のものを減らすっていうところのもうあの一番最初こんなものは手放せるってここから書いてあるのを今日はね一部紹介していきたいなと思っております。はい、じゃあね私が書いてあるこんなものは捨てられる皆さんのお家、あ、そうそう、私がそもそもすみません、あの、ね、片付けステップ片付けのステップとしては物を減らすとよいしょ、その目次を見たら早いんですけれども、でもあの3ステップあるってさっき言ったんですけど一番大事なのがやっぱり物を捨てるっていうことなんですよね。だからあのもうその物を捨てるっていうこのステップ1だけでかなりの分量を書いてあります。そこが一番大事だと思ってるので、うん、そうかなり多いんです。よいしょ。第1章がね物を減らせば楽になるっていう片付けのお話なんですけれども、ステップ1物を減らす、ここですね。ここがめちゃくちゃいっぱい書いてあります。もうここが肝です。ここもまだあの1なんで。で、ステップ2が定位置を決める、でステップ3が元の場所に戻すっていうね、これ一応私あの整理収納アドバイザーで習ったことをもとにねこの本もあの私が思う方法としてね落とし込んで書いたんですけれども、それのねステップ1がねめちゃくちゃ大事なんですよね。物を減らすっていうことですね。もう私がいつもあのインスタグラムでもね言ってることになるんですけれども、やっぱりここが一番大事かなと思っております。で番外編でこれちょっとまた余談なんですけれども、ステップ0っていうのも入ってて、これがね目標と期間を決める、これをやっているとリバウンドしにくいよってお話をねしているんですけれども、これがさっきあの冒頭でもね出てきたねこのヒアリングシートですね。この片付けヒアリングシートを書き込むことでこのステップ0がねできるっていうことになっているので、あのめちゃくちゃおすすめでございます。はい、じゃあねこんなものは捨てられるっていうところで、この第1章の47ページのところからどこだ、ここだ、ね、やってあの全部読んでいくわけじゃないんですけれどもやっていこうかなと思っております。これねあの全部書いてあるわけじゃなくて、あのなんだ一部抜粋して書いてあるんです。なんであの他にも捨てられるもの気になるなっていう人はねぜひね本見ていただけたらと思います。はい、あ、ここに書いてありましたね、用途のわからないもの、ご家庭にいろんなもので、もう風景化してしまってるものとかもあると思うんですけれども、あのね、ぜひねここに書いてあるあのものが、ね、手放せる
人によっては手放せるものが多いんじゃないかなというふうなものなんですよね。なんでぜひねこれ参考にして手放していただけたら嬉しいなと思います。あ、本欲しいって書いてくださってる方ぜひ買ってください。お願いします。本当にねめっちゃ片付けられると思います。でまず用途のわからないもの、これね意外とこれお家にある方多いんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。例えば私の本に書いてあるのはこれですね。よくわからない家電のケーブルや部品、これある方いらっしゃいませんか？あるかな。なんかねこれ意外とうちは全部はわかるかな、さすがに、うん、うち少ないから。ただこれね結構ありがちなんですよね。あと家具の付属品、これも似てますよね。なんか、うん、昔テーブルを組み立てる時になぜかついてき、なぜかというかついてきて、その時だけしか使わない部品とかね、あと予備のパーツみたいな、そんな感じですね。あ、たくさんありますって書いてくれてる、いいですね、ありがとうございます。あ、そう、あ、そうそう、月屋さん、今手元にある本がテキストに、そうなんです、片付け塾はねそういう風にして作っておりますね。あるある嬉しいですね。あ、反応ねくださるとすごい嬉しいです。竹組さん、ブックワームさん、よしこさん、あるあるあるって書いてあるね。そう、家電の部品わかんないのありますね。そうそうなんですよ、これね多分ね、いつか使うかもみたいな気持ちもね、ここに書いてある、ここにめっちゃ書いてあるけど私が書いたからね、いつか使うかも、その時になかったら困ると思って長らく保管しているものでね、そういうものねもう使わないんですよね。もう分かんないものは使わないんです。でなんならそのもはや本体、家電の本体が家にないのに付属品だけが残ってるケースもあるっていうふうに書いてあるんですけど、本当にその通りで、これ何の部品だっけ、何のパーツだっけって思った時に本体が思い浮かばないものはもう忘れてるんですよ。多分最後に触ってから1年くらい経ってるので、1年以上経ってるから手放して大丈夫ですね。あ、これ49ページですね。一応、あ、そう、ここのスライドの47、ここから始まってるよっていうことなんで、だいたいこのページ以降にこの順というか抜いてるのもあるんですけど書いてあるっていう形になっております。あ、そうですね、そうね、いつか使うと思い取ってあります。純陸さん、そうなんですよ、いつかね来ないんですよ、いつかは。月朝さん、昔のパソコンのやら、LANケーブル、そう、LANケーブルもね、やたら長いんしね、そうそうそう、LANケーブルね、そう、今、無線 LAN のお家とかも多いですかね、うん、だったらもういらないかなと思いますし、本当に必要な時が全然あるんだったら、ね、多分ここには出てこないのかなって思うので、いらないのかなって思いますね。うんうん、あります。それがいろんなところに収納されてる。そう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 。ね、だから意外と見つけるたびにね、こういうのはいらないんじゃないかなというふうに思っております。でね、私がこの用途のわからないものとしてやっていることとしては、そのケーブルとか部品に最初にね、もうラベリングしちゃうんですよね。よくわからなくなる前に買った時だったらそれが何かっていうのはもう分かっていることなんで、でこの予備の部品は取っておいた方がいいなっていうふうに思うものだったら、最初になんかちっちゃい袋とかに、そのしまっておく袋とかに、なんだ、うちテレビないですけど、テレビとか書いてその袋に入れとくんですよね。そうしたらもう袋は透明なものとかおすすめですね。なんかジップロックのちっちゃいのとかがおすすめなんですけども、そういうのに入れとけば後で見返した時に、あ、これあれかみたいな感じでねすぐ分かるので、買った時にやっておくっていうのがめちゃくちゃおすすめですね。もう分からないものは使わない名言、そう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 、名言、そうって言っちゃったけどありがとうございますiPhone 買った時のケーブルってどうしてますか、即売ってますか。どうしてんだろう、前のすぐ捨ててるかな。なんかこの前買ったらタイプ C になったんで、で前のはもうライトニングでしたっけ、あれもう使わないんで捨てました。で前のはもうボロボロだから、もう売るとかじゃない、まあ売れるのかもしれないですけど、なんかいいかなって思ってね、手放してますね。そうそうそう、まあもしね、もし知らないけど高く売れる備品で高く売れるとかだったらいいのかもしれないなっていうふうに思いますね。なんかずっと古いのを使ってても断線、私なんか断線した時があったんですよね、 iPhone のケーブルね。だから買い替えるたびにもう新しいのを自分で使うっていう風にしてます。その方がね気持ちいいかなと思っててね。そうそう、収納ケースの棚、足か、足と電動自転車の部品置いておいてくださいと言われたものを捨てるかめっちゃ悩んでました。誰、あれですかね、誰に置いといてって言われたんだろう。電動自転車の部品はちょっと怖いなけど、まあ
ね、これ、なんだ、ご家族に確認してもいらないんじゃないってなったら捨てていいんじゃないかなって思いますね。洗濯機の設置に必要って言われた謎の円柱ありますよね、あれ。あれは、家によっては必要なんだろうな、きっと。なんかね、下のパンが。月朝さん、テキストになるとは、紙本の本買って、マジよかったら、マジよかった、ありがとうございます。そうそう、U26S さん、家具の予備、そうなんですよ。使わないんですよね、本当にね。いや、ありがとうございます。みんなね、書いてくれてますね。あ、竹久美さん、夫の独身時代からのものです。あ、なるほど。市巻さん、予備の部品、そうそう、コレクション化ね、しちゃうんですよ。なんですけど、そういうコレクションしてもね、やっぱ物は、前回も片付け塾でも言ったんですけど、使わないと意味がないっていうのがあるのでね、使わないものは手放すっていう形が、家がすっきりしていいんじゃないかなと思っております。はい、でね、2つ目もちょっと今使ってないもの、これね、用途のわからないものと結構かぶってるというか、ものかなと思うんですけれども、よいしょ、今、あ、そうそう、結構抜かしてるな。テキストに他にも書いてあるんで見てみてください。今使ってないもの、そう、これね、これもう結構いろんなものに当てはまっていて、私は結構これで捨てられるものが本当に多いんですけれども、やっぱりね、今使っていないものは手放せます。もうなんか当たり前じゃんというふうに思うかもしれないんですけれども、やっぱここにも書いてあるんですけどね、物を手放すかどうか考えるときに、いる、いらないで分けることが多いと思います。でも、すいません。失礼しました。やばい。申し訳ない。で、あ、ごめんなさい、本当に。でね、いるか、いらないかだと、そのね、感情が入っちゃって判断できないってことがね、あるんですよね。で、これが 今使ってないものなんで、私がおすすめしてるのは、使ってる使ってないっていうね、もうこれの事実で分けるっていうことなんですよね。いるかいらないかだと、例えばここにも書いてあるんですけど、子供だと全部ね、おもちゃが、いるっていうふうにね、答えちゃうときあると思うんですけれども、まあこれちっちゃい子とかだったらね、ちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、使ってる使ってないっていうふうにね、すると、これもう事実なので、だから分けられるっていう形になります。なんでね、大人だったらね、より冷静に使ってる使ってないっていうことはね、分かると思うんですよね。だから、それでね、考えてみていただけたらと思います。もう今っていうのは本当に今ですね。もう1年前でも、1年後使うかもとかでもなくて、もう今の今使ってないもの。これはね、もう手放せるものになっております。あ、すいません、お水飲んでくださいね。めっちゃ優しい、ありがとうございます。優しい、すいません、水を飲みながらやりますね。はい、すいません、ありがとうございます。でね、結構この、いる、いらないと、使っている、使ってないっていう考え方はね、ああ、なるほどっていうこともね、よく言っていただく考えなので、ぜひこの使ってる、使ってないっていう方で、持ち物をね、見ていただけたらと思います。やっぱいるかいらないかって考えると、全部いるっていうふうにね、なっちゃう方が多いと思うので、そこら辺ね、見ていただけたらと思います。いや、みんなの優しさが染みますね。ありがとうございます。あ、服についてる予備ボタン、さっきね、誰か書いてくれてたな、使う頻度が低くて捨てるようになりました。そう、予備ボタン使わないですよね。私もね、大学時代の時に服ばっかり買ってたんで、それ前回のね、ライブでお話ししたんで、ぜひまだ聞いてない方聞いていただきたいんですけど、めっちゃね、服に予備ボタン絶対1個以上ついてきますよね。だけど1回も使わなかったなって思って、だからね、今もう買って、もしついてきてたらすぐ手放すっていうようにしてますね。そうそう、あ、そうそうそう、ゆきこさんからの質問だったな。冬に、あ、じゃあ服についてる付属のボタンや布はどうしてますかっていうね。そうそう、布も一緒ですね。これね、なかなか縫い直す、まあね、そういう人もいるかもしれないけれども っていう感じですね。で、さっき言ったやつとか、もうこれほぼ一緒なんですけれども、今使ってない、1年使ってないってことは、もう今使ってないってことになるので、これは一緒なんですけれども、そのなんか今ってじゃあいつなのよっていうふうに思う、
うんですけどね、ってなるかもしれないんですけれども、もうこれは分かりやすく、私はもう1年じゃない、本当はもっと短いんですけれども、もう半年ぐらいで私は、ね、使ってないなって思ったら手放しちゃうんですけれども、1年っていうのをね、1個目安で置いておくといいのかなというふうに思います。1年使ってない、これはなんで1年かっていうと、日本って四季があるので、だいたい1年くらいで同じ生活をね、子どもの成長とかはあるけれども、それでもどん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 ね、繰り返していくと思うんですよね。で、春夏秋冬、過ごすもの、例えば夏だったらサンダルとか、冬だったら、ニット帽とかかな、分からんけど、そういったものとかがその季節になると絶対に使うものって出てくると思うんですよね。なので例えば冬にね、夏のもの全然今使ってないから手放そうって言って、でもまたね、来年同じものを買うっていうのも、私はそういうことをやるんですけれども、普通はねやらないのかなって思うんです。人のライフサイクルって大体1年でね同じ感じなので、だからまたね次の夏に使うものとかだったら取っとけばいいのかなというふうに思います。よいしょ。そうですね、で続いて、ここですね、存在を忘れていた。これもね、今使ってないに含まれるものになってますよね。てかこれか全部そうだな、これか全部そう、てかもうこれもそう、なんならそう全部今使ってないに集約されますけれども、一応本では分かりやすくね、一個一個こういう理由でっていうことでね、手放しを促進できる言葉を書いてありますね。本にめっちゃ書き込んでます。嬉しいです、嬉しいです。なんかね、そういう風に使ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。でね、そう、存在を忘れていたもの、これはね、もうさっきその用途のわからないものともちょっと似てるんですけれども、特にね、これから出てくる押し入れとかバックヤードとかね、何でも物がたくさん入ってしまう場所ですね。そういったところってこんなのあったなみたいなのが多分出てくると思うんですよ。でそれってもう存在を忘れていたものなので、今の生活には使っていないものなんですよ。だから手放せるっていう考えになってきます。こんなのあったね、じゃあ今から使おうって言って使うっていう手段もあるんですけれども、私はそれはやらなくていいと思ってます。なんかね、だって今なくても生きてたやんっていうようになるからだから、むしろそのこれあったなみたいなものをちゃんと手放して、そのスペースを空けてね、今使ってるものを手放しじゃない収納していた方がいいのかなというふうに思っております。で、ここに書いてある最後がいつか使おうと思っているものですね。もうこれね、もうめちゃくちゃ服のところでもちょっと話したような気がするんですけれども、そう、いつか使おうと思っているもの、そう、これね、私もね昔言ってたんですよ。いつか使うかもってね、絶対言ってたんですけども、いつか使うかもの気持ち分かる方いらっしゃいますかね。結構今も片付けたよっていう方とかも、昔はいつかいつか使うかもっていう風にね思ってた方もね、多分たくさんいるんじゃないかなと思います。まだ使えるといつか使えるかもっていうのはね、結構ね服とか物を手放せない結構大きな理由の一つかなというふうに思っております。竹久美さん、ありがとうございます。コメントくれて、わかりますって書いてくれてる。いやー、そうなんですよね。やっぱね、そういうことをね、やっぱ思ってしまうんですよね。いつか使うかもとか。よしこさん、ダイエットのブルブルの使ってないわなんだブルブルのってなんだ昔買ったなんか電化製品とかですかね。そうね、そう、でそう、いつか使うかもっていうのはやっぱりもうね、使わないんですよね。その過去の自分を楽しませてくれたっていうね、もう役割で手放すっていう形でね、いいのかなというふうに思っております。ここにね、本にもその夫のエピソードとかも書いてありますね。5年以上使ってないテニスとかバドミントンのラケットを夫が持ってたんだけれども、いつか使うかもっていうふうにずっと言ってたんですよねそう、でもね、手放せだよってお話をしております。はい、こんなものは捨てられるっていうところですね。そう。はい、じゃあ続いてですね、本当に今日は各部屋の片付けということで、その各部屋一つ一つやってるとあれと大変なので、大まかに全体に言えることっていうことをどんどんね、ここでお話しする形になっております。
あ、ゆきこさんのそのご主人様が服と靴がすごく多いっていう話なんですけれども、これね来週やります。あの家族のものの片付けっていうのは来週やっていくので、ぜひねあの来週また来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。で組長さん、あそう回路ね、そうそう。梅蔵さん、いつか使うかもと思っていた7年前のヨガマット手放しました。あ、素晴らしい。なんかヨガマットとか確かに捨てにくそうですよね。ね、うん、いや素晴らしいです。よかったです。7年前だからよかった。その場所だいぶスッキリしただろうなと思います。あ、デコポンごはんさん、いつもありがとうございます。我が家にも10年以上使ってないテニスラケットがあります。あ、そうなんですね。そう、もしかしたら使うかもだけど、もうガットがボロボロなんじゃないかなというふうに思っております。あ、そうですね、ハッピーマーリーコ、マリオさん、うん、子供の、そう、子供のものの捨て方は来週になりますね。ものの、子供のものの捨て方っていうとちょっと語弊がありますけど、考え方ですね。あの捨てるっていう感じではないので、うん、こういうふうに考えますっていう考え方は来週になります。最後にねまた予告もさせていただくのでよろしくお願いします。はい、じゃあね、片付けはバックヤードからっていう話、これね結構そう、あのなんでバックヤード、バックヤードってそもそもどこ材、どこ材だって、どこ材っていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけれども、ここですね、68ページに書いてあります。そう、これね皆さんね、あのもう答え出しちゃったんですけれども、最初に聞けばよかったんですけれども、あのお片付けじゃあ始めましょうってなった時に、まずあの片付けたくなる場所って、あのリビングとかよく使う、毎日のように使うキッチンっていう風、キッチンからやろう、リビングからやろうっていう風に、ね、なる方多いと思うんですけれども、あのいかがですかね、うん、私は昔そうだったんですよね。結構もう今いる空間のリビングをすっきりさせたいから、とりあえず何か片付け本とか読んだりとかね、そういうことがあったらリビングを真っ先に片付けるということをやってたんですよね。うん、あ、冷蔵庫ってパターンもあるのか、なるほどね。まあそうね、うんうん、確かにね。そうでね、こういう場所、本当に私もあの発信とかでねよく言われるんですけど、リビングとかキッチンからあのやってましたっていう風にね聞くんですけれども、これだとねちょっとあんまり良くないんですよね。うん、っていうのも、あのリビングとかキッチンってよく使うものが置いてあるから、あのそれをね一時的に、まあ、いるいらないとか、さっきの使う使わないでちゃんと分けられたとしても、あのまたすぐに物が出てくるんですよね。うん、だからあの散らかってしまうっていうことになっていて、結構ねリバウンドしてしまう原因となっております。そう、ここに書いてあるんですけど、いつでも物が持ち込まれやすい場所なんで、一時的に綺麗になってもリバウンドが起きやすいからです。そういう方なんですよね。だからちょっと、リビングとかキッチンとか、もうあの一番ねここ皆さん片付けたいと思うんですけれども、ここからやるのはあのあれかなというふうに思っております。で、ね、なんでバックヤードか、バックヤード、このあのうちの昔の家かな、1個前の家のクローゼット、これですね、クローゼットとか、あとはあの押し入れとかね、そういったあの収納スペースですね、各部屋に、まあ、ご家庭によりますけれども、各部屋にあるあの収納スペース、大きめの収納スペースっていう考えていただくといいかなというふうに思います。あの、あ、別にあのあれです、なんか人によって違うっていう感じですね。冷蔵庫が良くないわけではないです。うん、あの全然冷蔵庫からでもやれる方はいいと思います。ただこれは私の考えなんで、あの冷蔵庫からねやるお片付けとかもあると思うので、全然あのいい悪いとかじゃなくて、すいません、あのあくまで私の考えで、これが一番リバウンドしにくいですよっていう考えになっていますね。うん、なんで別にダメとかじゃないです、全然。そうそう、リビングね。あ、そうそうそう、あ、めっちゃいいこと書いてくれてますね、月朝さんが。みんなの使うところは一旦片付けたとて、せっかくやったのにってなりがち。そうそうそう、みんながねやっぱり物を持ち込んじゃう場所、リビングとか特にそうかなっていうふうに思うんですよね。うん、なんであのできるだけあの片付けの後半の方がいいのかなというふうに思います。でね、なんでバックヤードかっていう一番の理由が、この物を減らしやすい場所だからなんですよね。そう、あのね、バックヤードはなんでかっていうと、さっき言ったあの捨てられるものたちが結構いるんですよね。数年前に使っていた家電やその空き箱、何年も出してない季節用品
長年使ってない来客用布団とかね、そう、あのもう使ってないとか何年もとか書いてある、そのこのキーワードがさっきお話ししていたものに当てはまりますよね。そういうものがいっぱいあるんですよね。しかもあの大きいものが多いんですよ。そうだからあの捨てやすいんですよ。そうね、そうそう、忘れていたものが多いっていうことなんですよね。うん、なんでこのバックヤードにあるもの、これね、あの前の家に押し入れとかクローゼットはまあ一応これはあの服のクローゼットだったけれどもあったんでこれを出したんですけれども、本当押し入れとかそういった大きめの収納のところは結構忘れているものが多いので、うん、あのどんどんね手放せるのかなというふうに思っております。これそう、あの各部屋の役割を考えるっていうのはどういうことかっていうと、あのリビング、例えばリビングだったら、これはあのリビングの役割って皆さんどういうふうに考えますかね。リビングはあれなんですよね、あのみんなが団らんする場所っていう定義なんですよね。そうだから団らんする場所だったら、なんか個人のものってそんなに多くなくていいと思うんですよ。例えばあの仕事道具とかね、団らんする場所なのになんで仕事道具があるのっていう感じなのになっちゃいますよね。なんかそういうものはもし仕事をね、あの日中リビングでやるんだとしても、夜は片付けるとかね、その本来の役割を考えて、その部屋のもの、その部屋にあるべきものしかあのリセットしたら置かないっていう風にするのが一番いいのかなという風に思っております。でキッチンもそうなんですよね。キッチンはあの、まあ、料理する場所ですよね。そうだから料理するものしか置かないっていう風にしておくとかね、そういうことが大事かなという風に思います。特にね、あのこの各部屋の役割を考えるっていう風に意識した方がいいのは、まあ、リビングですね。本当個人のものが持ち込まれやすいので、あのそれはあのもしねお子様が大きくて子どものお部屋があるということだったら、ちゃんとリビングで使ってもいいんだけれども、そこに持ち帰るみたいな形のね、あのルール決めができたらいいのかなというふうに思っております。来客布団があります。布団やタオルケットの捨て時どうされてますか。布団は捨てたことないんじゃないか。布団はね、あの、うん、使ってない布団とかかな、ちょっと分からない、ごめんなさいね。あのうちは全部使ってるんですよ、毎日今あるものが。来客用布団がないから、うん、だから全部あの使ってますね。うん、そう、陽子さん、来客用布団誰も来ないシート捨てました。うんうん、なんかね結構やっぱ昔ながらのお家とかね、来客用布団があるのが当たり前っていう感じだったかなと思うんですけれども、まあ今、まあ、来る方はいいんじゃないっていうふうに思いますけれどもね、来ない方はね、レンタルの方が逆にいいんじゃない、管理も楽だし、なんかね、カビたりとかの心配もないし、いいんじゃないっていうふうに私は思いますね。はい、じゃあ、これが今日講義パートの3つ目になって、この後ね質問コーナーとかにしようかなというふうに思ってるんですけれども、捨てにくいものの考え方ですね、これお話ししていこうかなと思います。本は75ページです。はい、あ、これですね。あ、そうそう、いろいろ書いてあるんですけれども、あのこれも各部屋に共通するものかなと思って持ってきました。捨てにくいものを手放す考え方、ここにね書いてあるんですけれども、皆さんね、こういったものってよく私も質問いただくんですけれども、こういったものっていかがですか。皆さん捨てにくいなって思ったこととかってありますか。片付けている中で、あ、これちょっと捨てにくいな、これはちょっと誰々さんからもらったものだからとかね、これはいついつのなんとかだからみたいな、なんかもう あれとかそれとか言ってますけどそうそうそう、うん、どうですかね、こういうものって結構あの捨てにくいなって思ったことある方いらっしゃいますか。例えば思い出のもの、これが手放せなかったとか、いただき物も、あ、これあったなみたいなのがあったら、ぜひねコメント欄で教えてください。ブルーベリージャムさん、そう、塾みたい、そう、片付け塾なんでね、そう、塾でございます。あ、コメントくれてて嬉しい、ありがとうございます。コア P さんかな、もらったものが一番捨てにくいで、うん、いただき物ですよね、そうですよね。あ、ゆきこさんもね、あの扇風機の話もありがとうございます。デコポンごはんさん、高くて状態がいいものかっこでも使わないのは使いにくいです。あ、高かったものね、本当にそうですよね。月朝さん、あります、夫のトロフィー的なものトロフィー的なもの、思い出の品に入るかな、そう、あ、いただき物、高価だったもの、うんうん、そうですよね。まなみさん、写真、うん、あ、子供の作品もねありますよね。
あ、これコメント欄を読んでるだけでも、うーん、そうだよねっていうのがいっぱい出てきますね。 14JKT さん、昔の写真、データもないやつ、うんうん。44さん、ブランド品、あ、そうね、あ、そうそう、あ、素晴らしい、売りました、いいですね。アキトさん、自分で作ったプリザードフラワーのブーケ、なるほど、そういうのもあるのか、うんうん。いや、すごいすごい、皆さんありがとうございます。いっぱいね、教えていただいて、うんうん、そうですね。じゃあまずね、一つ一つ、これ完全に手放すのが正解ってわけじゃ、もちろんね、私の本でもこれは捨てられ、こういう考え方で迷ってるんだったら手放せますよっていう後押しはするんですけど、完全にこれ絶対捨てろとかそういうことは1ミリも言ってないし、あくまでも私の考えなので、もし手放すのに迷っているものをがあるんだったら、その後押しはできるかなということなんですよね。なんでこれを絶対捨てろっていうふうには思っておりません。じゃあね、なんで、まあ、とりあえず一つずつね、どういう考えがあるのかなっていうのをね、お話ししていこうかなと思っております。まずはね、思い出の品ということで、これね、いろんなものがありますよね。ちゃんと一個一個書いてあります。こんな感じでね、ここに思い出の品、ここに書いてあるな。さっきね、書いてくださった方もいらっしゃいましたよね。写真、アルバム、日記帳とか記念品とか、ね、そういったものは、そう、手放したら二度と手に入らないから、無理に減らさなくていいよっていうふうに書いてあるんですよね。で、これは、管理する方法も書いてあるんですけど、おすすめとしてはね、一つね、なんかボックスを作るっていうことなんですよね。なんか、うん、例えば1人1個とか、また棚1段とかね、そんな感じで決めて、これはどうしても取っておきたいなってものが出てきたら、それを入れちゃうんですよ、その中へ、うん、で、そうして、それで OK。 ただその箱が溢れそうになったら、もう1箱増やすとかしてると無限に増えちゃうので、できるだけ中身を見直して手放すっていう風にね、しておくと、その上限がその箱1個分とか棚1個分になるので、増えないっていう形になります。うん、で、手放す前に写真とかを撮ると、そう、スペースがね、限られるから、どんどん片付けられますよっていうお話が書いてあります。で、そうそうそう、やっぱね、思い出の品とか、さっき書かれてたトロフィーとかで、賞状とかって、もしそういったものをね、思い出のものだから、定期的に見直していて、これ自分がやっぱ見直すといい気分になれるなとか、この定期的に見直す時間って大事だなって思うんだったら、取っといていいと思うんですけれども、そうじゃなくて、ただ過去のね、栄光だから、これ、良かったよな昔はみたいな感じ、それもいいのかもしれないけれども、ただなんかこれ毎回片付けのたびに迷ってるものだなみたいな、うん、そう、何年もね、ずっと見てないし見返さないだろうとかね、これからの今の自分、これからの自分には不要かもっていうふうに思ったら手放してもいいなと私は思っております。ここにも書いてあるんですけれども、それを手放してもね、自分の過去とか価値が変わるわけじゃないんですよね。そう、っていうことになります。で、続いていただき物ですね。いただき物はね、結構ね、そう、さっきもね、一番手放せないって方もいらっしゃったんですけれども、人からいただいたものとかプレゼントは無条件で取っておくべきだという考える人もね、そうそう、多分ね、いらっしゃると思うんですよね。そう、でもね、そう、その贈り物って、自分が相手に贈る時の気持ちを考えていただきたいんですけれども、そういう時って、もうこの贈り物一生この人に取っておいてほしいみたいな気持ちであげてる人っていらっしゃいますかね。多分いないと思うんですよね。そう、なんか私もプレゼントを全くしないわけではないんで、する時もあるんですけれども、それでもしたら何をあげたかって忘れちゃうんですよね。そのくらい送った方っていうのは、そのあげた方のことそこまで思ってないと思うんですよね。もしかしたら価値観の違いでね、上の年代の方とかは特にね、昔あれあげたじゃんみたいなこと特に関係が近い親戚とかは言っちゃうかもしれないんですけれども、でも受け取った時点でもう自分のものだし、そもそもそのプレゼントの目的って、気持ちを受け渡すことなんですよ。うん、なんかプレゼントって、例えば分かりやすく誕生日だったらおめでとうっていう気持ちを相手に渡すものになりますよね。ただそのものがあってもなくても、私はいいと思うんですけれども、あるんだったら、それってただその自分がこれをあげたことを覚えておいてねなんて気持ちで多分誰もあげないと思うんですよね。そう、だからそれを考えてたら、もうもらった方の自由だし、気持ちをもう受け取ってるんだから、そのものをどうしようかっていうのは自分の自由だと私は思います。もう所有権は自分なのでね、っていうふうに私はね、結構ね、思ってますね。そう、引き出物ね、引き出物も名前入りとかはちょっと
使えないじゃないじゃないですか、正直。そうだからね、もうね、自分が楽しくね、気持ちよく使って、今の自分が楽しく気持ちよく使ってるんだったらいいんですけれども、そうじゃなかったらもうね、その、まあ、引き出物っていう役割なんで、もう手放してもいいんじゃないかなって私は思っております。はい、で最後じゃあこれですね、高かったもの、これね、高かったもの、さっきもね、手放せないって方いらっしゃいましたけれども、そう、高かったものはね、まあ、あれなんですよね、よいしょ、やっぱね、所有する時の動機なんですよね、迷う原因、迷う、その高かったものっていうのは、あの時高かったからなっていう、その軸がもう今じゃなくて過去なんですよ、あの時高かったからなっていう。だから、そのね、その当時これを買って仕事を頑張ろうとか、そういった気持ちとかね、その記念で誕生日、自分がね、自分へのプレゼントみたいな感じでね、買ったものとかね、その思い入れもあると思うし、その過去の気持ちが入ってるから手放すことができないっていうことが多いのかなというふうに思うんですよね。でもやっぱりここでも大事なのは今なんですよね。今の自分の気持ちが大事だから、そこを今これを持って、自分が本当に心からいい影響を受けている、これ例えば分かんないけど、時計とかだったらこれ毎日でもつけていたいぐらい気分が持っていると気持ちが嬉しいというものだったら、多分ね、この手放す候補として、これどうしようかな、でも高かったからなっていう候補にもならないと思うんですよね。だからもうそういったものとかは、やっぱそれ過去の気持ちに過去高かったっていう事実と所有する時の動機にとらわれてしまってるんじゃなかった、とらわれてるんじゃないかなって思ってね、手放すことがいいんじゃないかなっていうふうに私は思っております。そう、このね、高かったのにそれを活用できていないことに対する苦しい気持ちも一緒に手放せますっていうふうにね、書いてあるんですけど、本当にね、その通りだと思います。私も学生時代ね、アルバイトを結構やっていて、そんなに高くないけれども、それでも当時買えるブランドを買っていてね、それで満足してたんですけど、手放す時は本当にね、気持ち良かったですね。これ全然今役に立ってないし、でも高かったけれどもって気持ちもあったんですけれども、やっぱり手放して、今ね、自分が使っているものとか、大事にしているものとかだけにしたら、部屋もすっきりしたし、気持ちもね、すっきりしたってことをね、すごくよく覚えております。はい、ということで、はい、思ったら30分のつもりだったんですけど、結構やっぱ42分とかでかかりましたね。ありがとうございます。今から終わりまでのちょっとまでの時間は、せっかくこの遅くにね、金曜日のこの遅い時間に、もう、あ、すごいすごい、428人も来てくれてる、すごい、ありがとうございます。なんでちょっとね、コメントをいただいた質問とかにね、答えようかなと思っております。家族とか、例えば、パートナーさん、ご主人様とか奥様とか、あとはお子さんに関する質問はちょっと来週にしようかなというふうに思っているんですけれども、今日出てきた中で何か気になるものがあれば、ちょっと水飲みます。ちょっと風悪い、風ではないんだけど、失礼しました。じゃあちょっとコメント遡って読んでいこうかな。のりす、さん、いただき物なるべくもらわないようにしてます。特に親からは捨てるの大変、プレゼントやお返しするのもギフトカード系にするようにしています、ということで。ああ、なるほど、いいですよね。私も自分が欲しいものとか言える関係だったら、もう最初からそう言いますね。で、もちろんいただいたものとかは嬉しいんですよ。その気持ちが嬉しいですし、なんでね、もちろんいただくのはその場で断るとかするんですかって昔は聞かれてたんですけど、いや、そんなことはしないよって思ってたんですけども、そんなことはしないです。気持ちが嬉しいからね、ちゃんと受け取るのは受け取るっていう感じですね。でもその気持ちを受け取るっていう形ですね。あ、竹組さんが、なるほど、いただき物手放すそうですって書いてくれてる、ありがとうございます。そうそう、あ、へそのが捨てられないってことかな。へそのね、まあ人によっては迷うんでしょうね。そう、あれはね、
ちょっと私はいいかなっていう感じかな。あれあってどうするんだろうって思っちゃうんですよね。子供にまあ見せるとかはいいのかなって思うんですけど、そのまあそれぐらいしか用途ないかなって思うし、まあ、自分がねそれを見て何かいい思い出にいいその時自分がいい気持ちになれるっていうものだったらいいんじゃないかなって思いますけどね。あ、みんななんか乾燥してますよねって書いてくれてるありがとうございます。本当にハッピーマーリオさん、本を読みながら人で片付けをしていたので、ライブ配信は仲間がいるから分かって嬉しいです。ありがとう。あ、一人でってことかな。ありがとうございます。あ、よかったです。ありがとうございます。そっかそっか、なるほどね、なるほど、そういうことか。そうですよね、うん、よく私もボイシーのパーソナリティさんとかでね、ライブして片付け一緒にやりましょうって言ってる方が、ね、いらっしゃるんですけど、そういう気持ちですよね、うん、一人だとね、まあ一人でもねはかどるけれどもいや、なるほど、ありがとうございます。そういうね気づきがあると私も参考になります。どこまで読んだっけな。へこたれかわいい名前さん、仕事の参考書、古典とかもう絶版のものばかりで、まあ、仕事で使うんだったら使うからいいんじゃないですかね。うん。ごめんママさん、絵本は引っ越しの段ボールから出さないと決めました。これはどういうことだ、もう使わないってことかな。うん、ちょっとごめんなさい、解釈が違ったら申し訳ないです、わからん。うん、1453、あ、なるほどね、うんうん、まあね、これはしょうがないですよね。なんかそこはね価値観の違いだから、うん、まあまあそうですよね。首長さん、のぞみさんがもらった時点で自分のものと言っていたんで、いただいていらないのはありがとうございますとつぶやきながら手間出します。うんうん、なんか私が言っていたからっていうわけじゃなくて、ご自身がね納得している考えでねやってほしいなと思いますけれども、うん、まあそうですね、私はそう思っております。 YMA さん、食洗機が使えないあ、そうね、陶器とか電子レンジが使えないコーヒーカップとか、そうね、そうそうそうね、確かに食洗機私も使ってますけれども、使えないものだとちょっとね、いただき物でもどうしても活用できないってことが、そのものにとっても前回のね片付け塾ライブでも言ったけど、かわいそうなことなんですよね。物は使われるためにできてきたから、だから、うん、ね、他のもっとね気持ちよく使ってくれる方とかに手は渡すとかね、リサイクルするとかがね私はいいのかなというふうに思っております。せいか中谷さん、学生時代の文集とかが捨てられます。あ、文集ね、文集ね、見返して楽しい気分、さっき言った通りなんですけど、見返して楽しい気分になるんだったら全然いいんじゃないかなと思いますけどね。うん、なんか無理にこう手放すっていう必要もないと思うけれども、ただそれがあることで今の生活があまり良くないって感じだったら考えてもいいかもしれないですね。あ、そうね、そうそう、結婚祝いにいただいたペアカップもね、まさになんかあれなんだ、いただき物と思い出の品がどっちも混ざってるみたいな感じだと思うんですけれども、うん、ね、使ってないんだったらね手放してもいいんじゃないかなと思いますね。もう多分あげた本人もあれ捨てたのなんて言わないと思うんですよね。ちょっと言う人はちょっとまあ距離置いてんじゃないかなって私は思っちゃうけど、うん、ね、ありがとうございます。あ、結構後のコメントがあれですね、あ、初めてコメントありがとうございます、嬉しいです。正当感ちやん、瀬戸かんちゃんさんかな、売るとき用の箱が捨てられないです。ああ、まあね、すぐ売ればいいと思うんですけれどもね。うん、うん、そう、すぐ売ればいいと思う。なんか1年後とかだったらもうそれってなっちゃうから、それ1年間そのものがあることでそのスペースを使えてないっていうことで損してるんですよ。売るときのために取っているかもしれないけど、損してるっていう考えに私はなるから、うん、だからね、そう、今すぐ売らないんだったらちょっともったいないんじゃないというふうに思っちゃうんですけどね。まあ家電とかにもよるのかな、うん、まあわからないけれども、まあその時に別の箱探してもいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、ちびはママさん、本を読み込むこともですが、ライブだとあれ捨ててるのではと
あ、捨ててるのではと、やっぱり気づきがあります。あ、捨てていいのではってことかな。うん、ありがとうございます。よかったです。やっぱね、そう、本も自分のペースで読めるからめちゃくちゃいいと思うんですよね。そうだから、どっちもね、ライブと併用していただくとすごくありがたいですね。ありがとうございます。うん、結構ね、インスタの方って、ね、あんまボイシーに行かないんですけど、ボイシーでは毎日こんな感じで喋ってるので、ぜひね、ボイシーも聞いてみてください、よかったら。スーナさんかな。いいですね。ジージバーバーからの子供へのプレゼントは、一緒に動物園に連れてってくださいって言ってます。あ、素晴らしい。いや、私もこの価値観で、なんか物より思い出だなって絶対思うんですよ。そうだから、そうね、でバーバーとかジージとかもね、その方が嬉しいですよね、思い出ができるから。でその思い出って絶対なくならないものじゃないですか。物ってなんかいつかなくなっちゃうから、思い出はもう死ぬ時直前まで持ってられるんですよね。そうだからね、私は思い出の方がいいなと思っております。冬の星座さん、今日まさに卒業証書の包みを処分します。あ、これからやるの、すごいな。中身はクリアファイル保存、そのうちスキャンして処分するかもしれません。あ、いいですね。うん、ご自身がね、そういう風に決められたっていうのはすごくいいと思います。うん、本当に私も卒業証書とか1枚ももちろんね、持ってないし、いらないから、私にとってはね。そう、うん、いいと思います。段階を踏んでね、こういう風に手放されるっていうのもすごくいいと思います。高校生になった息子にへその緒を見せたら、ふんとしらけてたって書いて、わかる。私もそうでした。なんか母親に結構物心ついた、うん、私も中高生ぐらいの時に見せられたんですけど、なんかうわって、正直なんか、うん、ちょっとまあ気持ち悪いよねみたいな感じで、なんか別に、うん、見なくても、うん、どっちでもよかったけどみたいな、なんとも思わなかった私はね。私結構あれだから。でも本当におっしゃる、息子さんと同じ反応したと思います私も。リノさん、いただき物とか自分で買ったもので未使用のものがもったいなくて捨てられないです。メルカリで売ればいいけど、いつまで経って売る、もう売れるんじゃないかと待ってしまいます。多分それで売れないから、メルカリで、売ってね、もう1週間以内に何も反応がないものは売れないので、値下げするか、もう手放すか、どっちかの方がいいと思います。メルカリの目的って、私いつも言ってるんですけれども、私の場合は売ることが目的じゃないんですよ。部屋片付けることが目的なんで、それだともう一生片付かないんで、メルカリの、他のちょっと話変わるけれども、メルカリで売れないものが溜まっているっていう方もね、昔相談受けたことあるんですが、そういう方はリサイクルショップ持ってった方がいいと思いますって話をして、売ることが目的じゃないんですよ。うん、まだね、そういう風にメルカリを楽しめていないっていう段階の方は、部屋が片付いてないと思うので、手放すってことをね、やった方がいいと思うんです。だから利益がそんなになくても、リサイクルショップに持ってた方が私はいいと思っております。うん、だからね、もったいないもね、ちょっとね、もったいなくないんですよ。使ってないものの方がもったいないから、それは物がかわいそうなんで、うん、他の方に譲るとか手放す方が私はいいと思います。あ、そう、子供の話はね、ちょっと来週させてください。うん、そうね、結婚式で使ったもの結構取っておいてる方いらっしゃいますよね。うん、もう数年だから、ちょっと開けてみて、こっそり開けてみると、ちょっとなんかだいぶ様が変わってるかもしれないから、もういいかもしれないですね。ゆうさん、ありがとうございます。うーん、そうそう、あ、梅蔵さん、何度片付け中で不要なものが多いから、あまり迷うことなく手放してきてます。あ、よかったですね。よかったよかった。あ、卒業アルバムの手放し方、なんか私は、どうやったかな、あ、なんか、うん、全部じゃないんですけど、母親がね、持ってるんです。なんで私はいらないから捨てるって言ったら、母親がじゃあ私がこれは自分の分として取っとくって言っていたんで、じゃあ私は本当に見ないから、これはお母さんのだからねって言って、もう母親のものなんですよ。ただ卒業アルバム の手放し方は、なんかサービス名わからないんですけれども、箱に入れて送るっていうのがあったと思います。うん、なんかね、調べてみてください。すいません、卒業アルバム箱に入れて送るとかで、ね、処分とかで検索すると出てくると思います。そうすると業者がしっかりと個人情報とか守って手放してくれたかなというふうに思っております。
あ、萌美さん、ボイシー本当にいいですよね。 ありがとうございます。毎朝楽しみに聞いてます。片付けしながら家事しながら聞けるので本当に始めてよかった。本当によかったですよね。私もボイシー人生半分変わったぐらい変わりました。そう、ボイシーもねぜひ聞いてください。だって収録で話してますからね、私こういうことね。そう、絶対ボイシー聞いてほしい。マザーさん、思い出は死ぬ直前まで持っておける名言ですね。私もこれからのジージバーバからのプレゼント思い出をリクエストします。あ、いいですね、ありがとうございます。ぜひね、そう絶対その方がいいかなというふうに思っております。14JKT さん、結婚式の時のメインキャンドルがあることを今思い出しました。でかそうですね。もうね、ろうそくなかなか灯さないからねって思っちゃうんですけどね。いや面白い。ごまこむぎさん、TOZOの買い取りを初めてやってもらいましたが、古い服もかなり高額査定でびっくりしました。送るだけなんでメルカリすらめんどくさい民の私にはありがたかったです。いいですね、これちょっとみんなやりましょうよ。これ私初めて知りました。へえ、いいな。服とかね、そう前回はあの服の話メインでやったんですけれども、こういうサービスいいですよね。なんかね、あのとりあえず送るっていうだけだから、なんか他にもいろんなねサービスありますよね。だけどいいかもしれないね。あ、そうそう、なんかひな人形の質問ちょこちょこ来てた気がしますね。そう、あの供養に出すのがね一番いいのかなってあの思いますね、手放したい方は。はい、じゃあね、ちょっとそろそろ終わりなんで最後にもお話ししていこうかなと思うんですけれども、あ、そう、ここまで話せばよかった。あのね、これも参考になります。本の今日各部屋の片付けっていうお話ししたんですけれども、84ページから84、あった、この部屋別我が家にあるものないもの、これね、あのうちのインスタ見てくださってる方分かると思うんですけど、うちって本当に物が少ないんですよ、あの他の方のお家からすると。でうちにあるものとないものっていうのがあの書かれています。なんでこれを見ると、あ、こんなに減らせるんだっていうのが結構ある意味あの極端な例として分かるんですよね。だからあのここに書いてあるもの、あの、まあ、手放してよかったものか、ここに書いてあるものが、そうだからあのこれを見ると、あ、なるほどねってことが分かって、同じものが手放せると思うんですよね。玄関だったら使用頻度が低い靴、玄関マット人数分以上の傘って書いてあるんですけれども、こういったものを我が家は持てませんっていうことですね。これ目次を抜粋してきたんですけれども、そうなんでね、これをあのしかも解説してあるんでね、一個一個ね、そう、使用頻度が低い靴、この理由で手放せましたみたいな、マット、玄関マットみたいな感じでね書いてあるから、あのこれ読みながら、あのそうよく言われるんですよね、私の方読みながらどんどん手放しが進みましたって言ってくれるんですけれども、結構このパートを見てくださってる方が多いのかなというふうに思います。なんで、この項目はあの試し読みの目次とかでも見れるんですけれども、ちゃんと理由をね書いてあるので、ぜひね本を84ページから見ていただけたらいいなと思っております。はい、でね、あの冒頭の方で皆さんね、本買いましたって言ってくれた方もね、あのこれから買いますっていうか、これから買いますって言ってる方は、ね、絶対買った方がいいと思うので買ってください。でね、どこにあるかっていうと、ここにあります。あのこのプロフィールのところ分かりますかね。分かりますよね。私のインスタのプロフィールのトップ の初書籍って書いてあるこのハイライト、ここの部分からあの Amazon のリンクが貼ってあるので、ぜひねこちらから貼っていただいて、くのがいいのかなと思います。もしくは書店さんですね。書店さんでもあの今から買うって方ね、あの書店さんもいいかも。書店さんおすすめです。そう、ここからゲットしていただけたら、もしくは書店さんで買ってください。でね、この本はあの皆さんね、すぐ予約開始時点で買ってくださった方もいっぱいいて、その時にね、Amazon でベストセラーを取れたり、総合1位、なかなか取れないんですよ、これ。総合1位を取れたりしました。これ本当に皆さんのおかげです。ね、そんなあの大好評の書籍なので、この何よりね、今日お話しした片付け塾の本当、あの、あれ一部なんで、その全てがこの本に書かれています。他のことも書かれています。今日は各部屋の片付けだったけれども、この間紹介した服の片付けも書いてあるし、来週紹介する子どものものとか家族のものの片付けもそうだし、その片付けパートだけじゃなくて、私がおすすめなのはね、それ以降だったり、それ以降もいいんですよ。
家事をやめて時間を生み出す、これみんな家事やめたいと思ってると思うんですけど、いかがですか？そう、私はね、家事をやめたいんです。だから家事をできるだけやらない。私の家事時間は1日37分です。なんで37分なのかっていう秘密も書いてありますし、でこれ来週もちょっと話しますけれども、子育てこそミニマルにっていう形でね、そう、これもね結構子育て世代の方も多いのかなと思うんですけれども、そこの話もしております。で、私が一番好きなのはこの第4章ですね。ミニマリスト思考で自分らしく生きていくものとかね、家事を減らして自分時間ができて、何をするかっていうと自分らしい生き方なんですよね。ここを叶えるために片付けをしてほしいなと思っております。はい、あ、そうそう、でね、Amazon、冒頭にもお話ししたんですけれども、この本を買っていただいて、で Amazon じゃなくても大丈夫なんですよね。書店さんか楽天さんとか他のウェブサイトで買った方も Amazon レビューを書くことができます。でレビューの書き方は Amazon 買ってくれた方はね、もう購入履歴からすぐ書けるんですけど、そうじゃない方また同じです。ここにやり方が書いてあります。なんでこのハイライトで Amazon以外で買った人こういう風に書いてねっていうのがあるので、そこから書いてください。そうしていただけると、さっきね紹介したこの片付けヒアリングシートとチェックシートですね、こちらを私ののぞみ AI が自動でね送付するっていうシステムになっております。でこの片付けチェックシートめちゃくちゃいいんですよ。私の本読んでよし片付けようって言って片付けた後とかに、これこういうふうに片付いてますかっていうのがこの本に書かれていることでねチェックできるんですよ。本で読み返してもう一回読み返してチェックするのって大変だと思うから、それでもいいんですけれども、このチェックリストがあると各場所ごとにリバウンドしないちゃんと片付け方に自分はできているかなっていうのがチェックできるんですよ。うん、だからねこれをぜひ受け取ってチェックしながら片付けていけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、ちょっと時間が1分オーバーしてるんですけれども、次回は来週です。24日の金曜日の21時から行っていきますね。で今日もね質問いただいてたんですけれども、来週子供とか家族のもの、パートナーのものの片付けの考え方をお伝えしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。なんかねめっちゃコメントをくれてますね。もえみさん、のぞみさん、ライブありがとうございました。お話聞いて本読み返してらワクワクして早く手を動かしたいです。喉多分ライブで喋りすぎてやられましたね。いや今日もねこちらこそありがとうございました。じゃあね皆さんね気になるなって方、ぜひね本をハイライト、もしくは書店さんにもね結構平積みされてるので、そこから買っていただけたら嬉しいです。はい、じゃあまたね24日来週21時、ぜひね今日もねめっちゃたくさん来てくれました、ありがとうございました。私も来週もね準備して臨むのでぜひ来てください。ありがとうございました。それではおやすみなさい。